came from a chick who wanna touch up in my そしたら今日もね、リハーサルやっていきます。で、今日は、ベティとショーティの、今日はチーム分けになります。まあ、前にさ、ベティが選抜で、ショーティが2軍って話したんだけど、ちょっとね、みんなの頑張りを見て、なんか先生もさ、ここまで頑張ってるから、こう、なんていうんだろうな、こう、ランク付けみたいのは、ちょっと、先生も心苦しいんで、まあ、ランク付けというよりは、ベティは、ベティ、ショーティーはショーティーでこう、どっちかにこう、ふさわしいメンバーを選出するって感じで、今日はテストしていきたいと思います。で、その、ベティとショーティーで何が違うかっていうと、まあ、ベティっていうのはもともとヒップホップのスラング。まあ、ヒップホップ用語って言えばわかりやすい。ヒップホップの用語で、ベティっていうのは、まあ、魅力的な女性っていう意味なんだけど。で、ショーティーは、可愛い女の子。っていう意味なんだけど、ショーティーはもう元気で明るくて可愛い子たちのダンスチーム。で、ベティは本当にダンスの実力重視。プラス、かっこいい子。可愛いチームなのか、かっこいいチームなのか。っていう感じのイメージで捉えてもらえるというか。振りを覚えてるか覚えてないかっていうよりかは、そのやっぱりさっき言った、ベティの雰囲気に合ってるのか、ショーティーの方が合ってるのかって感じで選んでいくんで、なんかその辺も振りを間違えないかどうかっていうのをこう、なんて言うんだろうな、あんまりこう気にしないで、その自分らしさだったり、まあ私はかっこよく見せたいんだって人はかっこつけたりとか、うん、そういうのちょっと意識してやっていくといいかな、そんな感じでやってみましょう。はい、そしたら今日はインストラクター体験ノアね。はい頑張ってください。Money beat.以上です。赤井さんと一緒で声とクラップ音が大きくて次に行く時が分かりやすかったです。以上です。自分の曲を使っていたのと声が大きく出ていたところがいいなと思いました。以上です。と次はあ、はい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 、と次の指示の説明がとても分かりやすくて、正面だけでなくちょっと左に移動したりしていたのでいいと思いました。以上です。はい、ありがとうございます。そしたらもう早速ちょっと、ね、ベティの振り付けをやっていきます。ワンテンツーテンツミニで、これはグッ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 16秒ちょっと難しい、初めてやってるので難しいんですけど、一生
懸命覚えて、うん、存在感大事ね。存在感大事。あやかはね、そう、ダンスはすぐ結構できると思うから、そう、分かってるね、自分の課題。その存在感出すっていう、それ大事なことなんで、頑張ろう。はい。はい。とりあえず次は今のところまで自主練の時間にするんで仕上げてもらって、あとはまあ硬い言い方すると審査テストします。それによってみんなのベティなのかショーティーなのか決まるので、ね、頑張ってあるので、うん、これからはもっと頑張ってベティにしたい。
走るようになりたいです。あのね、琴音は先生何度も言うようにあのセンスはあるから、あとはその爆発力で、リールとかも先生見てるとだんだんさ、前はそんな表情とか出してる印象なかったけどさ、なんかこう表情つけたりとかだんだん殻破ってきてるから、ちょっとその調子で頑張って、先生期待してます。頑張って。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ショーティーに選ばれました。今の気持ちはどうですか？はいけなかったけど、うん、あのもっとかっこよく見せたのには、うん、なんか早く素早くできるように、うん、自分が気づけるようにしたいと思いました。はい、陸も結構今日の踊りも良かったし、なんか瞬間瞬間そのかっこいい動きとかもできてきてるから、まあ、あとはちょっと経験をショーティーで積んで、うん、まだダンス始めたばっかりじゃん、言っても。だからショーティーですごいショーティーを引っ張っていくようなつもりで頑張って、でそれでねヤングズーの活動を盛り上げてもらえたらなと思います。はい、頑張ってね。はい、はい、まだできてないところのヤングズーのゴールデンブルーとか、うんうんうん、あの家で練習してるけど、できてないところ頑張る、ね、ココナもね普段のレッスンも頑張ってだんだん上手になってきてるんで、その調子で頑張ってね。はい、はい、応援してます。はい、この動画が気に入ったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくね。あい。